というわけで先週の正解は今井美樹ドライブに連れてってでした。ちなこれ分かりました？僕分かりました。あ、本当ですか？はい、素晴らしい。正解者の方1名、ラジオネームとわのともまるさんでございました。あの水曜日の大里さんも分かったって言って、うん、世代ですからね、うん、で LINE でこう答え送ってきて、あのメールで送ってって言ったら、うん、LINE でもいいべしゃみたいな、そこのルールがよく分かんないあ、メールで送んないとあの正解者の対象にならないっていうことですか？まあそうです、ね、はがきの対象、ポストカードの対象にならないよっていう。そうです。なので、うん、動画配信してるじゃないですか、そちらの方にこう記入はしないでほしいなと。ああ、確かに、はい、それはそうですね。これみんな見えちゃうことで、みんな見えちゃうのでね、気をつけてね、はい、メールで、メールかファックスで、はい、お送りくださいね。ファクシミリで、はい、ファクシミリで、はい、というわけでね、じゃあファクシミリ送っていただくことを期待して、じゃあ今週のイントロ行ってみましょうか。そうですね、はい、行ってみましょう。イントロドン。これは今2人で吸ったねめっちゃスタジオ内の酸素減りましたけどちょっと肩じゅう歪んだもんね、ちょっとね、スタジオの今ちょっと空間がギュッてペコッペコッってなりますよねうーん、これ流れ、このドライブに連れてっての流れなんですかね。うーん、どうなのかな。ちょっともう一回お願いします、はい、イントロドン。あれあれあれ、なんか分かった気がするけど、分かった気がするけど、あれあれ分かった気がするけどって言ってる間になんかどんどん時間が過ぎていく。もう、うん、いやー、気のせいか、もうちょっと気のせいか、ちょっと世代的な曲じゃないかなと思って、ちょっと短めに。ええ、なんでなんでそこ長めに行きましょうよ、はい、イントロドン。ホレとか言って世代的に、ちょっと、私世代じゃないかな、違うかな、はい、これなんか思い当たるのは一つ あったんだけど、違うな、おや、じゃあ違うかなじゃあ違うかな、もう一回、もう一回、もう一回行きましょう、最後に行きましょう、もう一回、もうちょっと長めに、もうちょっと長めに行きましょう。イントロドン。いや、もう私1曲しか思い浮かびません。なんだなんだ、もう1曲しかじゃあおさらいにちょっと期待して、そうですね、ちょっとどういう流れでこれだったのかまではわからないんですけれど、謎解きまではできないんですけれども、今週も放送中または再放送中にどしどしご応募ください。メール radio@fm791.net、 ファックス0186258817にてご応募ください。住所氏名もお忘れなく。来週月曜夜8時まで受け付けております。なおプレゼントは厳正な抽選の上発送をもって返させていただきます。1時間目はここでお別れです。2時間目も紅葉ドライブで聞きたい曲特集でお楽しみください。この後はマンスリーソング、マイダッチです。勝手にマンスリーソングだぞ。音楽自由クボックスをお聴きの皆さん、前田っちです。青森県でシンガーソングライターとして活動しております。今回流していただく楽曲「強がり」という曲は、実は前田っちが初めて作った曲で、自分自身結構強がってしまうところがよくあるんですが、本当は大丈夫じゃなくて、でもそんな自分に気づいてほしい、そんな思いを込めて作った曲です。そんな思いをしたこと皆さんはないですか？少しでも共感してくれたら嬉しいです。それではお聴きください。前田っちで強がり。